こんばんゾンビ、モンズです。実は俺、趣味でカフェ開いたんだ。その名も、怪しいジュース屋さん。どうな、とても斬新なネーミングなのう。あっはっは。これだけ個性的な名前と佇まいが、インスタ映えすること間違いなし。みんなどんどん、口コミよろしく。ノイズ、まさか本当に、カフェ開くなんて思わなかったよ。しかも、なんだこの、怪しさ満開な建物は。こんなんじゃ、誰も寄りつかなくて、経営厳しくなってしまうんじゃないか。ランボールが、当たりになったって、どうせ趣味でやってる店だし、この建物だって、ランボールで作ったんだ。簡単するのも楽ちんよ。ランボール？すご。こんな話は置いといて、よし。せっかくだから、中入って、何か飲んでってよ。怪しいジュース屋さんって、一体どんなジュースを提供してるんだ。まさか、ミミズ入りとか、魔女が作ってそうなやつじゃないだろうな。安心してくれ、そういう変なのやらしてない。うちでなしてるのは、ちょっと変わった味の、ご当地ハンガーだよ。これメニューね。三島ストロンとか、バナナサイダーは、地元で有名だね。他のやつは、完全にネタ系っぽいな。どんな味なのか気になるけど、注文するのは怖いな。なら、少しずつ、試飲してみるかい？いいのか、飲んでみたい。オーケー、まず有名なのから行こうか。三島ストロン、90年以上の歴史がある。体が前にこだわった、そう簡単と、懐かしさを与えてくれる、プレーンなハンガー。昔からある、おなじみの味、癖がなく飲みやすいサイダーだ。夏場の暑い時に、グイーッと飲んだら、最高なやつだね。三島バナナハンガー、炭酸がきつめのハンガーに、ほんのり香る、バナナの風味も加えた。バナナが高級品であった当時、多くの人に、安価でバナナの風味を味わってもらいたいと、作られた。これも夏に、グイーッと飲みたいね。このバナナの味、なんかと似てると思ったら、これだ。お盆によくある、五色バナナの味だ。やっ、発酵が、生姜と炭酸水を掛け合わせた、ウィンナーエールがあるように、ニンニクの炭酸と出会いたい、ソーダ、コーラがいい、ということで作られた、ガーリックとコーラの炭酸飲料。この瓶の子供、どうした？ってくらい、めっちゃびっくりしてるけど、何があった？コーラプラスニンニクの風味がある。ニンニクの味を気にしなきゃ、まあコーラなので、スタミナつけたい人、チャレンジしてみてね。ピクハンガー、食用菊として、半高級品質、アオルツー、の菊液 20% 半合、柔らかな菊の香りの炭酸飲料。ああ、リアルに菊だ。俺、ジャスミン茶は好きだけど、菊ってちょっと苦手。さ、花、って感じの味か。どうもね、好き嫌い分かれそうな一品。お次はラスト、イカスミハンガー。すっきりした清涼感が広がる、ロスグロンハンガー。そのまま飲んでも、焼酎などで割って飲んでもいいし。墨汁を薄めたような見た目だけど、柑橘系のような味がする。例えるなら、森永のアイスボックスのような感じかな。どう？とりあえず、一通り飲んだけど、何注文するか決めた？試飲してたら、お腹いっぱいになってきた。だから今回はいいや。いろいろ飲ませてくれてありがとう。ごちそうさん、お店頑張ってね。バイバイゾンビ。あ、ほい。ただでいろいろ飲んどいて、そりゃ古いぞ、けしからん。三島ストロン、バナナハンガー、イカスミハンガーに使ってる水は、八戸市の塩水、三島の焼き水、この水は、1リットル中に、カルシウムが140から150ミリグラム含まれる香水で、美味しい水の条件とされている数値を、はるかに上回ってます。実は、
この水を自由に汲むことができる場所があります。三島県水。八戸県下亀駅から徒歩3分のところに、このような水道があります。周囲の住民迷惑にならないよう、マナーを守ってご利用ください。また、この水は店舗消毒してないので、飲用時は茶室してくださいね。皆さんの地元には、どんなご当地ハンバーがありますか？おすすめあれば、教えてください。今回はこれでおしまい。ご視聴ありがとうございました。バンバンゾンビ。天気がいいから公園に来た。そんでさっき買ったチョコ食べようぜ。知らない T さんにチョコあげてしまった。てか、さっきまで隣にいたノイズはどこ行った？すっきり